はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、ちょっと実はね、もう裏で作業は進めているんですけど、皆さん、青鍵のてか古の宝箱開けましたでしょうか。まあ古の宝箱開けるとね、豚さんがゲットできると感じなんですけど、その古の宝箱を開けた時に紙吹雪がヒラヒラって出てくるじゃないですか。その状態で、青鍵を入手できるのか。前ね、青鍵4つ入手するとどうなるのかっていう動画を上げたんですよ。青鍵4つ、3つ持ってる状態で、その、もう1個取ったらっていうので、取れなかったんですよね。これ以上持つことができないと。だったら、1回、古の宝箱を開けちゃって、そっから、その紙吹雪状態になるんですよ。開けた後も。その状態で鍵取れるのかっていうのを、ちょっと今回、検証やってみたいと思っております。はい。そして現在、もう5時間もうもっとかかってるかな、裏作業やってるので、よかったらね、ちょっとこの動画を見ていただきたいので、それではどうぞ。いた、あそこだ。待って、今4個あるんだよ。ごめんなさい、今これボット部屋でやってます。4個あそこにあるから、ちょっと待って、どう行く。待てよ、ここが最後の人だと信じて、待て、急げ。こっち行って、いける、これいける。待て、ここで呼吸、あー、できない、あー、ダメだ。くそー、今、あー、惜しい。いや、今、鍵が4個集まってたんですよ。4個集まってて、あー、やられるタイミングが違えばな。もうこのケチくすぎてちょっとボット部屋でやってるんですけど、1個鍵ゲットして宝箱まず開けるでしょ。でもう一人ボットが残ってて、それを拾えばどうなるのかなっていうのができたんだけど、うわー、惜しい。うわー、これはすごい鬼畜なことになるかもしれない。オッケー、これで、まず開いた。これじゃない。で、3つ目ゲットしたでしょ。で、まず開きます。ここで宝箱ガチャリンコと。よし！お！魔女は持ってるか。この状態で、宝箱を、青鍵をゲット。やだ！いや！3つ揃った。3つ揃ったけど、いけるかな。いや、無理か。無理でござる。いや、これは、無理だ。いや、全く出なかったですね。はい。多分、どうだろう。抜粋して、3試合かな。おそらく3試合ぐらい抜粋してると思うんですけど、まあ結局、合計7時間、8時間ぐらいかな。はやったと思うんですけど、もうちょっとあるかもしれない。もうちょっとやってるかもしれないんですけど、残念ながらね、その、青鍵3つまでは行くんですよね。抜粋した3試合の他にも、青鍵3回っていうのはあったし、かつ、青鍵3回ゲットして、小丸さんね、OK、覚えとこう。は、ゲットしたことあるんですけど、そっから、開けてさらにもう一個っていうのが、本当に難しい。なので一応ね、動画にしてない。てか、またその、青鍵のね、古の宝箱を何連続チャレンジっていう動画をちょっと出したいので、まあちょっとあえて、今回のね、その動画にはしてないんですけど、まあ本当に結構青鍵も、てか古の宝箱も開けました。はい。でも、開けてもそのもう一個ができない。だから、もちろんね、これでじゃあ諦めますかって言ったら諦めないです。もちろん。でもちょっと一回ここで、
そのもちろん明日からっていうか多分今日からですね、今日からまたそのチャレンジ再開するんですけど、ちょっとねストックが結構ちょっと実況者のごめんなさいお話になってしまうんですけど、もうねデータのストックがとんでもないことになってて、一回ちょっとこちらで一回動画をまあちょっと一回なんだろう区切りのね無理でしたっていうので一回ちょっと動画作らせていただいて、この作った動画のねデータを全てちょっと投稿した後に削除をして、ちょっとデータ容量というかねパソコンのすごいごめんなさいめたい発言になってしまうんですけど、そうですね、ちょっとパソコンのデータ容量がとんでもないことになってるので、はい、一回綺麗にリセットさせたいので、ちょっと今回一旦動画出させていただきました。でももちろんね、まあ、今回、前、イニシエの宝箱の時もそうだったと思うんですけど、一回ちょっと、まあ、ダメでした。次回必ずやりますっていう形で、次回絶対までに、今度はダメでしたじゃなくて、ちゃんと成功した、動画を上げたいと思いますので、まあ、ちょっと今これやりながらもう無理みたいな感じになってますけど、まあでも今、もうね、何回かやってると分かってくるんですよね。あ、これは無理だな、みたいな。分かってきてしまうので、残念ながらね。なので、ちょっと今回は無理そうですね。はい。この状況でまだ青鍵2つというか、むしろ僕が1個も持ってない時点、なんだろう、生存がね、80人ぐらいになって、まだ青鍵をその1つも持ってなかったら、もうほぼ無理だと思った方がいいかなっていう。その、なんだろう、今後一気にパッて2個ぐらいゲットできるかもしれないじゃんとかじゃなくて、そのステージによってまず個数が決まっ、あるんですよね。やっぱり大体絶対その、それこそ6個あるとこもあれば、1つ2個、2個ぐらいしかないみたいなところもあると思うんですけど、その最初の80、生存80人ぐらいの時にゲットできてないイコール、もう多分、その個数自体がまず少ない。最低4個は必要なんですよ。このステージにね。3個じゃダメなんですよ。だから、僕が、なんだろう、ちょっとまずいな、これ。これまずいですね。待って。よし。やばいやばい。これ最終地点向こうだ。どう勝つこれ。これは勝ち目はないですね。はい。残念ながら、ちょっと今回ダメだったんですけど、まあとりあえず、青鍵が4個ある、ステージをまず選んで、そしてそっから、まあ4個以上ね。で、まず宝箱を自分で開けます。そっから、さらに、青鍵を入手したらっていうのをちょっとやりたいので、青鍵3つ入手すると、まあなんだろう、紙吹雪みたいなのがね出てくるので、その状態で青鍵拾えるのかなっていうのをやりたいのでね、ちょっと頑張りたいと思います。いやなんかもう悔しいからもう一回やろう。いやなんかこれ最後にします。これ最後っていうか一旦最後にしたいと思いますが、まあもちろん狙っていきますけどね、なんか悔しい。できれば、青鍵3個また揃えて終わりたいなと思うんですけど、まあ泣いても笑ってもこれが最後ということで、一旦ね、また、この動画が終わってから、探し始めるとは思うんですけど、まあ先ほど言ったようにね、ちょっと、もう本当に、データがね、パンパンなので、お!ひーちゃんさんが一つ、ひーちゃんさんって確かあれだよね、さっき、マスターの人かな?マスターの豚ちゃんだった気がする。さあ、そして、ヒカキンさんが鍵を取られたぞ。お、嘘?は?青鍵2つマジで?え?今回やばい。ちょっと狙えるか、ちょっとこれガスマスク取っとこう。これもしかしたら最終勝負になるかもしれない。え?これもしかしてもう揃えちゃう?でも、他の人が揃えた場合でもどうなるんだろう?あ、他の人が揃えた場合、あ、でもダメか、あれか。花吹雪が舞ってないと、検証成功にはならないかな。すごいな、ヒカキンさん。多分あれだよね、開いたやつ、ほとんどが、なんか正解だったみたいな感じかな。鍵ゲットしましたみたいな感じだよね。ここら辺も漁られてるかな。まあ、一応ちょっと漁っておきましょう。見とき、お、まだ漁られてない。ということは、ここで鍵をゲットすると、今回ありえるかも。でもダメでしたね。しかし、諦めるな。まだまだ。とりあえず、井戸ちゃんを調べる。来たぜ、来たぜ。これ来た。これ今回来たんじゃないか?
待てよ、ここが最終地点であってほしい。ここが最終地点だとしたら、待てよ待てよ、あ、ごめんなさい、挨拶してなかったね。いやどうも、トランセルだ。どうかな、ないかないか、ちょっとこれは絶対ガスマスクいる。ヒカキンさんを狙っていこう。ちょっと言い方悪いけど、ま、絶対今回絶対やられるわけにはいかない。待て待て、これはやられるわけにはいかないんだ。毒霧がどっから来てるか分かんないけど、とりあえず最終地点あたりにいればヒカキンさんもいるわけじゃん。そしたらひっ、危ない、ちょ絶対やだ絶対やだ、ガスマスク先取っとこう。ヒカキンさんがもしかしたらそのガスマスクを持ってない状態だとしたら、ガスマスク持ってる僕だったらね、奪えるので。いやーでもダメだな、ちょっと待って。ここで取れるかな、取れるか、危ない、よし、これ最終地点ここじゃないか、ここな気がする。ということは来るぞ。あ、いた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 、追われてる。言い方は、ヒカキンさん、僕持ってます。どこにいるヒカキンさん。え、あれ、どこ、やられちゃった、あれ、え、いる、まだいるはず。どこだどこだどこだ、ちょっと待って。ピーちゃんさんじゃなくて、いた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 、いやー、気づけない。いや、わかんない。まだ、あ、わか、いけるいけるいける。吐くぞ。吐く。これ吐く。これ絶対吐く。待って。ヒカキンさんが、下来て、下こっち来て。ヒカキンさん、こっち。下、こっち来てくれ。ヒカキンさん。ヒカキンさん、こっちじゃないよ。あー。はい、ということで、今回、ちょっといっ、いけるかなと思ったんですけど、まあ、残念ながらね、ならずということなんですけど、まあもちろん、これで諦めないので、まあちょっとまたこの後ね、いろいろ挑戦して、いろいろっていうか、また挑戦して、動画に必ずしますので、よければ見てくださったら嬉しいです。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。ちょっとね、ごめんなさい、ちょっと失敗してしまって、絶対お見せします。ということで、バイバイ。